シェルドン・ジェイ・プランクトンとカレン。プランクトンとは、スポンジボブに登場するキャラクターである。初登場は1999年7月31日に、初公開された、イタズラ・プランクトン。海洋生物学者であり、シリーズの作成者であるアニメーターのスティーブン・ヒレンバーグによって作成及びデザインされた。また、カレンという名前は、彼の妻の名前からである。 クイーンズランド州、サウスポートのシーワールドで、プランクトンとカレンをフィーチャーした、フロートプランクトンとカレンは、海洋生物学者であり、アニメーターであるシリーズの作成者であるステファン、ヒレンバーグによって作成及び設計された。カーニとは、ライバル関係で、彼らは、カーニバーガーの秘密のレシピを盗むための計画を、しばしば考案するが、彼らの努力は常に、カーニや、 スポンジボブなどによって妨害される。批評家はキャラクターの声と対話を一緒に称賛している。スポンジボブが初演された時、プランクトンはシリーズのメインキャストの一部ではなかった。彼らはマイナーなキャラクターとして始まったが、ローレンスは番組の初期のシーズンを通じてその性格を発達させ、最終的にカーニの主な敵となった。プランクトンは クレジットで主要なキャラクターに昇格した2004年の劇場映画と2015年の映画の両方で中心的な役割を果たしている。プランクトンとカレンは様々なスピンオフメディアでも取り上げられている。彼らはビデオゲームやアクションフィギュアなど様々な形のスポンジボブスクエアパンツの商品で紹介されている。2013年のビデオゲームスポンジボブスクエアパンツ、プランクトン。 S ロボティックリベンジはプランクトンをテーマにしている。声、小木祖優子、松浦智恵、蝶、ミスターローレンス、いたずらプランクトンから登場。当初はレギュラーではなく、シーズン3からレギュラーになった。カーニのライバル。体は小さいが態度はでかい。カーニバーガーの秘密のレシピを盗もうとしている。プランクトンは常に、コンピューターの妻であるカレンと一緒に。 レストランのビジネスと世界を支配しようと企んでいる。好きなもの、邪悪なロボット、カレン、世界の支配嫌いなもの、カニカーニ、競争、失敗カニカーニの真向かいにあるレストラン、エソバケツ邸のオーナーで、カーニの天敵。かなり小さくて、一つ目。緑色の空豆のような見た目で頭に2本の触覚が生えている。 その名の通り非常に体が小さく親族がたくさん存在する。プランクトンは県民人子がモデル。とても頭が良い。自分の店を流行らせるため、カニカーニの看板メニュー、カーニバーガーのレシピを盗もうとしているが、いつも失敗ばかりでカーニに潰されたり、トイレに流されたりしている。カーニバーガーで世界制服を企んでいる。突っ込み役。 邪悪で物騒な性格のため、街中から嫌われており、そのため孤独で唯一の心の支えは、コンピューターの妻、カレンだけである。一応、大卒である。初登場時は、虫眼鏡を使わなければ見えないほど小さかったが、現在は、若干大きくなった。劇場版1では、カーニの天敵で、カーニバーガーのレシピを狙っており、そしてネプチューン王の王冠を盗み、 シェルシティに売り、その濡れ衣をカーニに着せ、彼を冷凍にし、レシピを盗んで、さらに、バケツ防止でビキニタウンの住人を操るなど、TV シリーズより、悪役よりなイメージとして描かれている。ビキニタウンはプランクトンに支配され、プランクトンタウンになってしまうが、スポンジボブの活躍で、街は救われ、プランクトンは逮捕される。 幽霊プランクトンではさまよえるオランダ人に呪いで幽霊に変えられてしまう。青年月ピはカーニと同じく1942年11月30日生まれ。プランクトンは双子の弟のような存在と言える。一人称は俺様だが初期の頃には俺や私ということがあった。いとこや兄弟がとても多く一族と一緒に一回カーニバーガーのレシピを 盗むのには成功したが、それはカーニが仕掛けた嘘のレシピであった。その他にも嘘レシピなどを盗むのには成功している。劇場版1では一時本物のレシピを盗むのに成功した。かつて、カーニとは生まれた頃からの大親友同士だったものの、カーニバーガーを作るにあたって仲が悪くなってしまった。また、上記のエピソードからカーニとは同い年であると思われる。しかし、 戦術のカーニとの関係から内心では彼同様かつての関係に戻ることを望んでいる不死が伺えるなど完全な悪ではない。彼の作る発明はほとんどがカーニから秘密のレシピを聞き出すために作られたものだがその発明を利用したカーニによって間違った作り方を教えられることが多い。BGM は悪の天才というイメージの BGM。主にフルートとホルンと バイオリンが使用される。稀に、プランクトン以外のシーンでも使用される。性別は、原作の設定でオスではあるが、言語版では、悪者風の男性のような声のローレンスが声を当てているのに対し、日本語版で女性のような声では、シーズン1から3中期では、おぎそ、シーズン3後期以降では松浦が声を当てている。劇場版1や、 劇場版2の予告編では蝶が演じている。なお、劇場版2では松浦が演じている。俗柄関係は夫、父親、兄、弟。プランクトンとカレンの声優であるローレンス氏とジルタリー氏。プランクトンの声は、将来ター兼俳優のミスター・ローレンスによって提供されている。ローレンスは最初スポンジボブの役割を見んだが、 ヒレンバーグ氏はキャラクターにもっと無邪気な声を求めたため、彼を断った。その後ローレンスは番組の作業を続け、マイナーなキャラクターを発生し、最終的に彼に、いたずらプランクトンのプランクトンの役割を提供することになった。声、谷育子高橋理恵、ジルティレープランクトン唯一の心の支えのコンピューター。プランクトン同様、いたずらプランクトンより登場。 カニカーニの秘密のレシピを盗むアドバイスに余計な言葉が入る場合がある。初期の頃はプランクトンに対して支持的で友好的な性格だったが、シリーズが進むにつれて彼に余計な言葉や皮肉を言うことが多くなる。普段は大型モニターのデスクトップ型で研究室にいるが、キャスター付きの小型コンピューターになって自ら移動することもできる。 会話するときには、おしろスコープのような画面になる。プランクトンの妻だが、本人は結婚してないと言っている。また、彼に見捨てられたときや彼が浮気したときは彼に抵抗することがある。餌バケツ系では、シェフなどの役割だが、店が不人気でほとんど働いていない。おばあちゃんとの約束や、秘密のレシピが盗まれたでは、キスマークがある。本当は、性別がないが、 ボイスは女性の声を当てている。当初カレンはプランクトンを手助けするコンピューターという扱いだったが、シーズン3でプランクトンがレギュラーになってから妻という設定が固定する。さらにシーズン1のプランクトンは友達。ではプランクトンに対して上から目線で話している。ちなみにカレンは防水スーパーコンピューターである。俗柄関係は妻、175娘。 母親。スポットとは、プランクトンのペットから登場したプランクトンのペットで、ある緑色の犬型アメーバである。名付け親は、スポンジボブ。かなり小柄だが、噛む力が強く、お手をするときは、自信のごとく、地面を踏み鳴らす。アメーバなので、潰されてもすぐに復活する。一度は、プランクトンの側から離れたが、動物保護施設で、 動物たちに襲われたプランクトンを助けるために巨大化して動物たちを撃退した。プランクトンからかなり溺愛されている。餌をやりすぎたせいで子供が生まれそうとカレンが言ってた。見た目は男の子だが実はメスで子供が生まれた。秘密のレシピが盗まれた戻ってきたスポットでも登場。ゲーリーとは仲がいい。プランクトンがオーナーのレストラン。 カレンやスポットもいる。初登場時の名称はプランクトンの汚いバケツだった。最初は普通の形状でチャムバケットと書かれており中に材料がぎっしり詰まっていたバケツを学校に持って行ったのが始まりだったがカニカーニの前にあるため人気がなく店内にはホコリだらけでホコリのウサギがあるほど。またトイレも汚く臭い。店の奥には研究施設がある。 プランクトン、交参するでは、エサポリウム邸という雑貨屋にリフォームした。エサバケツ邸のメニューは、判明しているものでは、エサバケツバーガー、エサバケツポテト、エサステーキ、エサスティック、エサバラや、エサチリ、エサパイなど。作るエサ料理はまずく、基本的に客は一人も来ない。一度だけ、マーメイドマンと、フジツボボーイを使って、チリソースバーガーを売り出し、 たくさんの客を入れたことがある。秘密のレシピが盗まれたではいろんな罠がある。チャムは、仲良しの英語であるが、チャムと発音するのであるほかここでは、余生という意味である。クレメント、オリビア、ゲット2のスポンジボブスクエアパンツ、ウェズレイ・テイラー。プラビル、2019年8月9日閲覧。HSU、ステファニー、イントロデュース・ユアセルフ、10クエスチョンズ・ウィズ。 スポンジボブスクエアパンツスターステファニー HSU BROADWAYBOX.com2019 年7月24日閲覧ウィルソン、エイミー、ステファン・ヒレンバーククリエイテッド・ザ・アンダーシーワールド・オブ・スポンジボブ オレンジカウンティレジスター、http <prochain> コ <ly> ロンスラッシュスラッシュ www.highbam.com スラッシュドックスラッシュ 1g1-827927771 と html ハトリある。エヴァン、スティーブン・ヒルンバーグ、クレア・トール・オブ、スポンジ・ボブ・スクエア・パンツ、DS アット57、ザ・ハリウッド・リポーター、https w w w h a r i o d r e p o r t e r c o m ニューススティーブン・ヒルンバーグデッドスポンジボブスクエアパンツクリエイターダイズアットマイナス57から116万4132ニコロデオンフィッシャープライスイマゲネクストクラスティクラブプレイセットウォルマート .com 2020年7月22日閲覧スポンジボブスクエアパンツプランクトンエスロボティックリベンジレビューイングン https w w w e g u n c o m articles 2013-11-01スポンジボブスクエアパンツプランクティンズロボティックリベンジレビュー2020年7月22日閲覧日本放送協会スポンジボブ NHK アニメワールド www.nhk.or.jp 2020年7月22日閲覧。海外 TV アニメスポンジボブ公式サイト。海外 TV アニメスポンジボブ公式サイト。作品情報、DVD 発売情報など。2020年7月22日閲覧。日本放送協会プランクトンの大脱獄。魔法のフライ返しアニメスポンジボブ NHK。 https://www.nhk.jp:/p:/ts/gjx5nw41pp:/episode://mqqw96jgwi:/2020 <chat> <call> <ius> 年7月22日閲覧 a b c d プランクトン o n f r o m s p o n g e b o b s q u a r e p a n t s c a r t o o n i c c o m ニックユーケー、2020年7月22日閲覧。スポンジボブ、シェルドン・ジェプランクトンの声優は、グッズやセリフも紹介。frequ.jp、R e Q P、2020年7月22日閲覧。ザクーリエ、ニュースフロム・ブリッジ・ウォーター、ニュージャージー・オン・ノーベンバー15、2015ページ A に、ニュースペーパース・ s c o m 2020年7月22日閲覧。 ザクーリエ、ニュースフロムブリッジウォーター、ニュージャージーオンノーベンバー15、2015ページ A に、newspapers.com ーー、2020年7月22日閲覧。ありがとうございます。